お、誰だろう。星、ありがとうございます。ですね、今日はね、お気に入りの緑のね T シャツじゃないけど服で配信してます。よかったらね、最後まで見て帰ってください。誰だろう、ありがとうございます。星、誰だろう、ありがとうございます。ですね、さっきね、1時間前にゲリラ配信したんですけどね、本当に見に来てくださった方ありがとうございます。急、めっちゃ急だったんですけどね、隣に、三谷うんこちゃんもいてね、はい、とてもね、楽しかったです。皆さん来てくださってありがとうございました。ゲリラ配信は朝もやったんですけど、来てくださりありがとうございます。はい、1時間してから、これで1時間半。あ、ひろとくんさん、まこちゃんお帰りありがとうございます。ただいまです。あ、つぐさん、おしゃありがとうございます。ですね、さっきもギラ配信来てくださりありがとうございます。今日は20時までなので2回目は見て帰ってください。つまる弟くんさん、まこちゃん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。はい、ですね、今27位で26位まであと4802ポイント。ぜひよかったら星のギアコメントよろしくお願いします。はい、ひろとくんさん、つくさん、おしゃありがとうございます。スマイル弟くんさん、あんちゃん365記念、5日記念で、あ、そうですね、料理の配信ってたって聞いたっていうか、ツイッターで見た。おめでとうございます。あんちゃんめっちゃ可愛くて、昨日本当にもう天使のようなことを言ってくださって、本当に今もやってますよね、配信多分。めっちゃ可愛くて、お姉さんでリーダー的存在のアンニャ、可愛い。広島来るからね、楽しみです。あ、皆さん星いっぱいありがとうございます。誰だろう、こっちから星ありがとうございます。ひろとくんさん、星ありがとうございます。スマイル弟くんさんも、つくしさんも星ありがとうございます。ぜひよかったら20時まであるのでね、見て書いてください。皆さん今日サンフレイクって言ってたからね、楽しいな。はい、まるさん、こんばんは、ごちゃん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ですね、20時までなので見て書いてください。はい、トトくんさん、ヒロトくんさん、早丸さん、ありがとうございます。どっちもトーチでかいの。ヒロトくんさん、早丸さん、おしゃありがとうございます。今日はね、カープね、 BS の TBS でやってます。今4対1だったかな、勝ってます。はい、スマイル弟くんさん、ひろとくんさん、星ありがとうございます。最初にね、4点もね追加して、すごいですよね。ですね、初見さんも気軽にコメントしてもらえればなと思います。こんにちは、やこまはとかでも全然大丈夫なので、気軽にコメントしてください。はい、コメントもね、ポイントに入るんですよ。なので、ぜひよかったらよろしくお願いします。今日はね、今日もセミが元気。さっきね、ゲリラ配信はね、スクールカレーやったんですけど、見に来てくださった方ありがとうございます。もうとうとう、スタ戦が来週の土曜日になりました。イエーイ！来週の土曜日めっちゃ緊張するな。しかもその次の日は足劇場っていうね、ちょっともう本当にめっちゃ緊張するんですけど、頑張ります。はい、はい、さっきみたいに途中途中でスクショを挟んでいくので、ぜひよかったら撮ってください。はい、サンフレどうなのか、勝ってるのかな。4対1のワンアウトの2回裏ですね、今。裏？あ、そっか、裏になるか。頑張って、戸田だっけ、今。戸田、ピッチャー戸田。かな。戸田？戸田？戸田？戸田だね。
気がくりそうや、ラララララララ、これもいいかもしれない。ダダディ、ダララララ、ディダダダダ、ディダダダダ。レッスン頑張ってきました。さっき帰ってきたのでね、ギリギリに帰ってきたので、ちょっと遅くなったんですけど、来てくださりありがとうございます。今日は20時までなので、見て帰ってください。ですね、これはね、妹とね、おそろちで、この間、谷口愛理ちゃんと一緒に来たので、お気に入りです、これは。これ流行ってますよね、結構、この服。うん、ウィーゴー。あれ、ちったせんのゲストに、ひなたちゃんとか、バンバさん ?TikTok で有名なイケメンの。いるじゃないですか。の方が来てくださるって言ってたのですごく楽しみです。はい、私はねスタセンにね行ったらねかすみんさんと写真を撮りたい。ね皆さんぜひよかったらコメント気軽に本当に何でもいいので質問とかあれば書いてください。はい、最近ね嬉しかったことはね、なんかみんなに背が伸びたねって言われるんですよ。よくヨコちゃん大人になったねとか、なんか背伸びたねとかよく言われるんですよ。なのであそんなに背伸びたんだとすごく嬉しいです。はい、なんかその言ってくれるめっちゃ嬉しいんですよ。なんかめっちゃ おちびちゃん使いというか結構ちっちゃい子に見られてたから、なんかクロックス入ってても結構大きくなったねとか言われるのでとても嬉しいです。はい、僕も笑うから、イエイエイ、めぐりめぐりまた違う誰かのとこまで、遠く離れた場所にいるとき、僕らの声が届きますように、迷ったときは音の鳴る方へ。今日レッスン靴が書いてます。レッスン靴が靴がかけん、これが人の足だとしてソックスだとしてこうなっとるとしたらこうなっとるじゃないですか。靴が例えばこれが足でこれが靴で、でなんかこんな感じであるじゃないですか。靴が例えばですよ、靴に見えないかもしれないけど多分絶対に見えない。でここのこうあるんですよ、なんかカバーみたいなのがこう黒いのがね、そこがここが思いっきり踊ってたらビロッて外れてちょっとやばいことになって、すごいすごい画伯なんですけどね、説明分かってくださったかな。靴があるとして靴の底がビリッて結構大幅に外れたのでこんな感じかな、ここがもうここだけくっついてたと、ビロンビロン状態、ここがこんな感じでビロンビロン状態です。はい、宮村さんお星ありがとうございます。あ、ゆのこ、ゆのこだよ、ゆのこ来てくれてありがとう。さっきぶりゆのこ星ありがとう、見に来てくれてありがとうね。今日はね20時までやろうと思うのでぜひよかったら見に来てください、見て帰ってください。あとですね、今日は2時間やらせてもらったので、計朝とゲリラを合わせたら、なので1時間半やらせてもらったので、1時間半、8時まで、20時までやるので、ぜひよかったら見て帰ってください。星投げコメントぜひよかったら、コメントは気軽によろしくお願いします。メバルさん、渡辺さん、ゆのこ星ありがとう。ぜひよかったら、これからもよろしくね。はい。パンダ、今日はね、結構ね、人形祭りだね。豚に、豚がひっくり返ってる。こっちか。豚に、
あ、ゆのこ星ありがとう。りょうちゃんさん、わこちゃん、こんばんは。もうすぐでサンフレ試合始まります。あ、そうなんですね。あのサンフレもカープも勝つといいですね。カープは今勝っています、4対1でね。なのでね、サンフレも勝ってほしいです。はい、ってことはイースター、うん、いけるってことですよね。はい、なんか今日髪巻いてるみたいに私だけ見える、気のせいか。ゆのこ星ありがとう。家にね、マスカットが、おばあちゃんがマスカット、奈良のおばあちゃんがマスカットをくれて、ぶどうやマスカットいっぱいあるんですけど、結構いっぱいいろんなぶどうをくれて、本当にね、あの昨日マスカット食べたんですけどね、本当に美味しかったです。りょうちゃんさん、カープどうなってるかわかる？確認する前に配信来た、りょうちゃん、ありがとうございます。ですね、お、今ね、続き、せいやがね、どこ、これレフト前、ライト前ヒットを打って、今4対1で勝っています。ゆのこ星ありがとう。うん、勝っています、今。4対1のノーアウト1塁の3回裏ですね。はい、広島ですね。そうなんですけど、ひろとくんさん、ただいま集めていた、ありがとうございます。あの、いっぱいいっぱいお願いします。なばるさん、まこちゃん、こんばんは。くまのプーさん、横のパンダがサッカーボールに見えます。え、そうですか。プーさん、私のアイラブプーさん、プーさんだけね、めっちゃあるんですよ、家に。本当にもう 倍以上のプーさんだったりで、パンダがね、多分サッカーボールに見える。サッカーボールに見えるから。よいしょ、これかな。パンダ。ジャストフィットパンダ。お世話ありがとうございます、皆さん。あ、ひろとくんさん、お世話ありがとうございます。いのこ、もう少ししたら出かけるからごめんね。いえいえ、あの、来てくれてありがとう。最後まで見てね。あ、いのこ、バイバキン、バイバキン、来てくれてありがとう。りょうちゃんさん、4対1パチパチパチ、でもライトレフトって、そうなんですよ、ラフトライトレフト間違えちゃった、でもパチパチパチ、イエーイ。りょうちゃんさん、今年戦 初先発の戸田くん頑張ってるかな。あ、頑張ってますよ、1点取られちゃったけど。ん、初先発だよね、戸田くん。りょうちゃんさん、キャッチャーは石原かな。キャッチャーは磯村ですね、今日は。はい、ひろっとくんさん、おしゃありがとうございます。なんか書いてほしい文字とかがあれば書きます。とか、なんか書い、画伯なんでいっぱいね、なんかね、はい、なんかやってほしいことがあれば、歌歌ってとかでもいいんで、あの、ぜひよかったらコメントよろしくお願いします。怪人2号さん、ひろっとくんさん、おしゃありがとうございます。お、26位まで1762も縮まっとる、皆さんありがとうございます。広島拓哉さん、怪獣2号さん、ひろとくんさん、お知らせありがとうございます。27日から学校が始まる。もう来週じゃん。来週の月曜日から学校か。やだ、学校あと1ヶ月延ばして。怪獣2号さん、おしゃれありがとうございます。広島拓哉さん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。おしまい、ありがとうございます。いい感じじゃん。今バティスタのワンアウトの3回表の2塁で
バティスタがですね、あれになった、デッドボールになったから、多分一塁背中に当たったからね、危ない。よしまんたくちゃんさん、おしゃありがとうございます。りょうちゃんさん、今日のスプラステージ、サーモンベイビーアメリカ歌、んステージ、サーモンベイビーアメリカ、あ、歌ったね、カーモンベイビーじゃないか、サーモンベイビー。よしまんたくちゃんさん、おしゃありがとうございます。まぶしい、どんぐらいかな。でもね、明るさはちょうどよかったと思うんですけどね、まぶしかった。よろしまんたくちゃんさん、おしゃありがとうございます。なんかね、こうやって言ったら本当に幼く見える。今も幼いですけど、もっと幼く見える。はやまるさん、よろしまんたくちゃんさん、おしゃありがとうございます。にゃ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 、サフレ始まりましたかね。カーモンベイビー、ヨウちゃんさん、カーモンベイビーアメリカサーモン、私が大好きな推しなんです。あ、マークさん、広島たくちゃんさん、怪獣2号さん、推しありがとうございます。マークさん、こんばんは、出遅れます、ぜひ大丈夫です、まだもう20分ぐらいしか経ってないのでね、今日は1時間半配信しようと思うんで、ってことは20時まで配信しようと思うので、あと1時間、約1時間、ぜひよかったら見て帰ってください。よしまんたくちゃんさん、早村さん、補正ありがとうございます。ひろとくんさん、20と50箱ちゃん終了です、ありがとうございます。パチパチパンチはどこ行ってた、あった。それではパチパチパンチ、イエーイ、ありがとうございます。早村さん、星ありがとうございます。ペッ、わこちゃん、ペッ目がかゆくなってきた、気のせいか。まくんさん、早村さん、星ありがとうございます。前髪が動くことになってきた。あ、まくんさん、三谷さんの配信でひょっこりはん、お疲れ様でした。あ、そうなんですよ、さっきね、ゲリラ配信させてもらったんですけど、あの三谷うんこちゃんと一緒の、三谷うんこルームの三谷ちゃんと一緒に、その時間帯で配信させていただいたんですけど、見に来てくださった方ありがとうございます。ですね、三谷うんこちゃんもね、9時からやるって言ってたのでね、怪獣2号さん、はやまるさん、マークさん、お教えありがとうございます。ひろっとくんさん、怪獣が19時35だからもう一周できそうだ、ありがとうございます。ですね、じゃあお話ししましょう、あの怪獣が解けるまで。はい、りょうちゃんさん、50箱ちゃんカウント完了、ありがとうございます。パチパチパチ、イエーイ。マークさん、お教えありがとうございます。わこちゃん、試合始まるので落ちますね。あ、サンフレ勝つといいですね。気に来てくださりありがとうございました。ぎゅっぎゅっ。マー君さん、星ありがとうございます。ゼロで終わったのか。マー君さん、星ありがとうございます。りょうちゃんさん、バイバイ、イエーイ。ハイタッチ、あ、バイバイ、イエーイ。ハイタッチ、イエーイ。バイバイ、しっかり応援してきてね。みばらさん、確かにわこちゃんはひょっこりはんになってます。そうなんですよね。私が三谷さんだとし、三谷ちゃんだとしたら、これがわこちんちってからこうやって映らせてもらったりとかしまして、イエーイ。何かやってほしいこととかあれば、ぜひぜひよかったらコメントにお願いします。はい、こうか、あ、こう開けたら一番変、おでこ開けてみようかな、おでこ開けたらやっぱりにゃ、やっぱり変だ、やめよう、
はやまるさん見たかった、ひょっこりわこちゃん、あー見たかったですか。またね、多分ひょっこりすると思うのでね。めばるさん星ありがとうございます。わかなちゃん、あ、わこちゃん来てくれてありがとう。くしゃみです、どうしよう、失礼します。出そう、出そうで出ない、よかった出なくて。まーくんさん、あ、9時から君の水槽を食べたありますよね。私見ます、絶対見ます。先生的ひまわり、そんな気分に目が死んでる、どうしよう。目を見開いて、知ってました、まばたきしない方法は頭の中を空にしてやることだ。あとこれを目をこうやってやったらまばたきがしなくなるんですよ。マークさん、三谷さんの配信も9時が、そうですよね、21時からね、三谷怒るもありますね。私はね、まだね15歳未満なので、シャミです、どうしよう。20時までしかねできないんですけど、来てください。カーブが勝つように悪魔に変身。こっちか。二段ベッドが来てからもう1ヶ月経ちますね。早いな。1ヶ月一緒に共に寝て、結構めっちゃ気持ちよくてね、本当にね気持ちよくて、朝起きるのも本当に嫌なぐらい早起きするのがね、早起きしづらいベッドです。開いて、皆さんの心をわしづかみにする、できるか。あ、マン君さん双子並んでる、あ、ほんまじゃ、あ、ほんとだ、イエーイ。え、合っとるよ、カップないよ、こっちカップ、これが紙を手で取れたらやばいんですけど、まあとりあえずいいでしょう。悪魔に変身。マー君さん、目がかゆいの、 目薬差しなさい。なんか目になんか入った気がするけど、なんか目がかゆかったけど、多分大丈夫です。あ、25になってる皆さんのおかげです、ありがとうございます。あゆぷんさん、こんばんは、こちゃん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ですね、さっきね見ちゃった、あの、あれ誰だっけ、誰だっけ、リリちゃんだったかな、なんか可愛い子のところにユーポされた。マークさん、コワクマちゃんかわいそうですか、コワクマ、女の子に言わせないでよ。早丸さん、50箱ちゃん完了しました。あなたは眠くなる、眠くなりますか、眠くなりますかね、催眠術。ありがとうございます。イエーイ。あ、ゆぼさん、道具のべーちゃんさん、おしゃありがとうございます。いい人です、ありがとうございます。ひろとくんさん、右膝のところが後できて、そうなんですよ、ちょっとやばい、見て、見せないでしょ、こっちとこ、こっちとったらなんとかでしょうか。マークさん、ひょっこりはんは宿題かな。ひょっこりはんはね、多分ね、昨日お泊まり会で本当に4時に寝たって言ってたから、多分興奮してたんでしょうね。
結構遅くまで起きてたって言ってたので眠たいので多分寝てます今、はい、多分朝まで多分起きないと思います。ベイちゃんさん、ユーポーさん、お越しありがとうございます。ですね、さっきゲリラ配信させてもらったんですけど、ゲリラ配信でなんかたびたびスクショした方がいいので、たびたびするだって目がかゆい、大丈夫さ。ですね、なのでね、ですね、たびたびね、スクショしようと思うね。ぜひよかったらスクショ撮ってください。なんか自分が言ってることが頭から、もういいや、いきますよ。頑張って。たびたびね、なんかね、話しながらねポーズするときもあるし、逃さず撮ってくださいね。なんか声が聞こえる。わかなちゃん、わこちゃん、ともちんに似てきとるね。あ、そうな、そうですか。でもなんかよく言われる、またそっくりになってって言われて、ね、全然そっくりじゃないんですけどね。べーちゃんさん、ヤッホー、サンフレ始まる、また来るね、ありがとうございます。サンフレ活動いいですね。広島たくちゃんさん、みのしありさちゃんがドラフト配信を始めたようなんで失礼します。あ、うん、そっか、ドラフト配信って言ったらさ、本当かと思った。あ、ドライブ配信って言ったらほんまかと思った。ほんまによく信じてしまう例えばね、なんかね、多分エイプリルフールとか絶対あれされる人、結構騙されやすい人、友達が火事になったとか言って、ほんまに大丈夫的な感じになると思う。多分なんか10回言ってからあれあるじゃないですか、引っかかるやつ、膝、あ、答えた、ピザって言って10回、そっから肘って言ったり、なんか引っかけ問題みたいなあれじゃないですか、あれにハマっています。今例えば赤、黄色以外言わないでくださいね。赤って言ったら赤で、黄色は言わないでくださいね。赤、赤、黄色、てんてんてん、青、青、黄色、てんてんてん、茶色、てんてんてん、茶色。それでは問題、紫色、紫色、紫色っていう感じで、引っ掛け問題が好きです。広島たくちゃんさん、ドライブ配信は10分前から始めてます。あ、そうなんですね。あ、来てくださりありがとうございます。最後まで私のところで見てください。はい、なんか悪魔やっとったら思い出す、アイドル祭りの、なんでもできる証拠なの、お化粧なんかはしなくてもあなたは私にも夢中、真珠の涙を浮かべたら男の子なんて一ころよ、魔女コメグは、魔女コメグはあなたの心に忍び込む、忍び込む。はい、吉島拓ちゃんさん、お星ありがとうございます。はい、なんか目が開かないんですよ。あ、いや、いつもですよ、なんか目が細いんですよ、私は目が細いのがコンプレックスで、喋ってたら必ず目がこう死んでくるんですよ本当に。だから目開きすぎても怖いから、普通ぐらいのにかってやるぐらいの時の、こんぐらいの感じで話していきたいと思います。はやまるさん、魔女っ子を巡って、昔のアニメなんだよね、なんで知ってるの。ですね、アイドル祭りっていう番組があって、それで去年スプラッシュが出てたので知ってます。はい、お化粧なんかはしなくてもあなたは、あ、プロセスよ、真珠の
涙浮かべたら男の子なんて一頃よ。あとは何言ってるかな。マハリムナハニカやっぱりやいやいや、魔法の国からやってきたちょっとお茶目なお姫様、サリーサリー魔法使いサリー。はい、ちょっと歌ってみました。ゆうぽんさん、50箱ちゃん管理ありがとうございます。パチパチパチです。はい、まるさんスプラッシュ、なるほど、そうなんですよ。なるほどです。なんかプーさん結構柔らかいですよ、顔。ここに来てね。私の I love you プープー。あともう30分経つんで、早い。皆さん来てくださりありがとうございます。あとね20時までなのでね、ぜひよかったら初見さんもコメントよろしくお願いします。僕からも頼む、カジタワコ応援よろしくお願いします。もうプーさんたらゆうぼうさん、今年は革命少女決勝行ったね。そうなんですよね、一旦行きましたね。東京9月いつだったかな、6日とかだったかな。まあ頑張ってほしいです。はい、ひろとかの秘密のあっこちゃん歌えるかな。秘密のあっこちゃん、あっ、いや、あの歌うときは必ずプーさんを、アニソンは。あっこちゃん出てきたか、ハトちゃん、アコちゃん、アコちゃん気もせず用もないのに校長先生が、はーなとはーよとね。アコちゃん来るかと男性のハッタルマンで出てみたか、ハトちゃん、アコちゃん、アコちゃん気もせず用もないのに校長先生が、はーはー勉強やれ。パッパラッパッパパッパッパッパラッパッパパッパッパッパラッパッパパッパッパッパラッパッパパパパパ。好き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 、あっこちゃあっこちゃ好き好き、あっこちゃあっこちゃ好き好きですよね。違いますかね。他になんか歌ってほしい曲とか、下手くそなんですけどね。とりあえとりあえと今私は取り待ってたらあれだけど、なんか私はねアクターズスクール広島に通っているので、ボイスはなんとか多分大丈夫だと思います。ひろっとくんさん、パチパチパチイエーイ、パチパチパチイエーイ、ありがとうございます。若菜ちゃん、イコールラブ、イコールラブのどっちかな、イコールラブの曲のどれかか、イコールラブっていう曲のどれかか、どっちがいいかな。わからない曲はね次の時までに練習しとくのでね。2アウトランナーカーブ。早丸さん、歌は合ってる、ダンスは分からないです。ダンスはね分からないですけどね。はい、イコールラブでいいのかな、あの普通のイコールラブっていう曲で。若菜ちゃん、イコールラブのどれでもいいよ、和子ちゃんが好きなの。私がね、私が好きなのはですね、イコールラブの部活中に目が合うなんて思ってたのが一番好きです。部活中に目が合うなんて思ってたんだ、神様のプレゼント、突然のときめきにじんだこの汗、暑さのせいにしよう、君への返事、頭かけ巡る奇跡始まる、パッパラッパッパッパッ、僕はいてもだってもいられずに、暗い道を自転車でただ走る、目的地もないままに、このもどかしさよ君のもとへ。ちょっと最後あとワンコラスとして、部活中も帰り道も勉強中も君の声
この曲が大好きです。特にあの最後歌ったところ大好き。はい、でもねイコラブが広島に来るので結構めっちゃ結構とかだと本当に楽しみすぎてねですね。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよもっともっと。わかなちゃんこの曲いいよね。そうですよね、めっちゃいいですよね。ハイマイタンパチパチありがとうございました。上手一瞬花火の匂いがした。寝袋がこっちだけあってこっちがない。やばい顔が。ここは目袋があるけどね。しかも1回表で4手入れたのよ。すごくない？最高です。早いね。明日もね多分配信やる、多分じゃなくて絶対配信するのでぜひよかったら見に来てください。明日何時だっけ？朝と夜多分ね、ちょっと多分同じ時間だと思うのでぜひよかったら見に来てください、はい、上にねハートがあると思うんですけどハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。君のことが好きで好きで好きでたまらない、キスしてキスして I love you、スーツ、ジャッ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 そうですね、ゲストが と TikTok のひなたちゃんと TikTok のロディ君、ロディ君、あイケメン、アイナンちゃんだったっけ、付き合ってた、付き合ってますよね誰か、ロディ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 君来てます。なんか顔は思いつきます。あれああその子おしりまじかわいいね、この子、この人ですよね、とあとバンバさん TikTok のあのイケメンのとトラジさんって誰だ、トラジさんって言っといて誰いやあとはみんなわかるんだけど、トラジさんだけわからない。トラジさんっていう TikTok 界の多分有名な方がいらっしゃるんですけど、ディツクトツク、あ待って、はい、ですねっていう、あわかりました、この方たちです。はい、ですねと、あと今日好きメンバーの東原さんかな、ゆうきさんかな、あと恋捨てメンバーのたむかさんかとグリースアワリドと出演くべまいこさんかなになってます。はい、早村さん TikTok ひなたちゃんがね来るんでね、めっちゃ楽しみです。皆さん、今日は、朝も、ゲリラも夕方もいらしてもらったんですけど来てくださってありがとうございます。明日もね朝多分配信するのでぜひよかったら見に来てください。多分7時からなのでね見に来てください、はい、サンフレ飼ってるのかな今。カブはね飼っています。はい、一番西川なんで今日わかなちゃんなんか踊る、今はねイコラブしか踊れんかな。目が合った瞬間奇跡、手振りでもいいかな。信じた
きっと君だ君だ君だ、いくつか恋をしたけれど全て君に出会うためなら、きっと君だ君だ君だ、遠回りしてごめんね、やっと会えた My Ideal、 君こそイコールラブ。はいですね、 OK ですかね。広島たくちゃんさん、目が細いとは気にしなくていいのでは。広島たくちゃんさん、なんて書いてある、なんか見たことあるし、はい、少し細かったけど、ん、かわいさや美人度には関係なかった。あ、朝吉ろほちゃんね。あ、そうなんですね、目が細いけど目をパッチリ出して、でも大丈夫なんですか、大丈夫ですかね。私は赤い T シャツをコンサート会場で着ていました。あ、そうなんです、あ、よく着ています。あ、そうなんですね、あれ、さやしりほちゃん。わかなちゃん、まこちゃん、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。みんばるさん、パチ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 、ありがとうございます。やっぱり美味しい。私はね、何を飲んでるでしょう。投票、コメントください。私は何を飲んでるでしょう。お茶ではありません。お茶も水でもありません。どれ、何でしょう。なんか飲んで、表情で、表情で当ててもらうとか、演技の。はい、お願いします。うん、美味しい。わからん、全部美味しいけ。表現がなんかもうちょっと。じゃあ食レポしてみる。なんかすごく混ぜたら美味しくて、味も濃いくて、なんか。後味も残るジュース、ジュースって言っちゃった。ジュースはジュースの中で、はいですね、適当にコメントください。わかなちゃん、カルピス、カルピスかな。わかなちゃんはカルピスね、うん、で、はやまるさんもカルピス、カルピスで、なんでしょう。食レポをもう一回してみます。結構の大ヒントとですね、と、ま、なんか溶けたら下に残ってるものを混ぜ合わせたら元の味が戻ってくる。ひろとくんさん、カフェオーレ、カフェオーレ、どれだろう。ひろとくんさん、カフェオーレね。101年 100人突破、ありがとうございます。なんでしょう。カフェオレかな。やばい、でもいい匂い。なんか誰もが好きなジュースかな、多分。赤ちゃんでも、赤ちゃんっていうかちっちゃい子でもない。マー君さん、お茶ありがとうございます。正解言いましょうか、まだですか。夢、USA。 はい、まさん、コーヒー混ぜるジュースとは何でしょう。私が今飲んでるジュースは何でしょうっていう問題で、食レポをしてたんですけど、食レポも一回言います。とすごく美味しいんですけど、後から後に味が残って、なんか時間が経つと薄くなるんですよ。でも下のものを混ぜたら、下に混ぜたら濃くなってまた美味しくなるみたいな。でみんな大好きです、多分赤ちゃんとかも、はい、マークさん、おしゃ、ありがとうございます。なんでしょう。
こう。お、帰ってきた。イエーイ。合体チーナとマルナイツ。パラバラババ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 バ。ドドドマルついてるね。マークさん星ありがとうございます。ハイマイさん氷入ってますよ。氷の音かな。マークさん青汁かな。青汁。私も青汁好きなんですけどね。どうかな。もう締め切る。もう OK ですか。それでは答えを言います。はい、正解は、ドゥルルルルドゥルルルドゥルルルババン。パパに入った。正解、カルピスでした。わかなちゃんおめでとうございます。はやまるさんも、はやまるさんがクイズした 初回に、初回というか、その時にカルピスって聞いたから、やばっと思ったけど、すごいなと思いました。カルピス、体にピース、カルピス。乳酸菌、なんかもみもみシャーベットっていうのがありますね。美味しそう。カルピスでした。正解はどうでしたか。青汁もね、大好きなんですよ私。牛乳に入れて飲むのが、青汁は大好きです。牛乳も温めて飲むの方が好きです。若菜ちゃん、今それ自分もある。あ、そうなんですね、あるんです。たま、皆さん、夜来てくださりありがとうございます。今日はね、3回配信させていただいたんですけどね、来てくださった方本当にありがとうございます。はい、はやまるさん、イエーイイエーイ、おめでとうございます。マークさん、星投げ2週間連続です。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。皆さん本当に星投げやコメントいっぱいありがとうございます。ぜひよかったらね、これからもよろしくお願いします。マー君さん、もう外は幕屋、そうですね、幕屋ですね。皆さん気をつけてくださいね。はい、ワンアウトに一塁三塁なので、多分もう一個入ると思う。目が合った瞬間、奇跡を信じた。いや、でも今逆に真っ暗になってなかったら逆に怖いじゃないですか。うん、ね、でもね、本当に、でもこの間なんかドア開けたんですよ。しかもカーテンとかも全部閉めて、でそのまま外出たら、もう7時ぐらいだったけど、結構明るかった時はあった。でももう冬なんかね、秋に近づいてきてるからね、本当にね、なんかもう夏終わっちゃう感じがする。まあ、夏といったら夏休みですよね。で、夏休みといったらもう終わりますよね。夏休みが終わるって言ったら、もうあと期末が始まります。2学期生の人はね、期末が始まる。でもね、来週のね、土曜日はもう心臓バクバクになりますよ本当に。マン君さん、食欲の秋です。そうですね、もう秋なんか早い。あ、はい、年越しになりたい。みんなになんかまつげが意外に長いって言われるんですよ。見えないか。うん、今日も言われた。意外に長いって。ゆの子。意外にがついた。で、友達のお母さんに見てもらったら、なんか、長いんじゃなくって、剛毛って言われました。ママわかるでしょ、誰に言われたか。アイリーママ。はい、わかる。皆さん、星っぱありがとうございます。あ、早丸さん、豚変わってる。あの、青い。今、ベイスターズ。青。パラパラパパパン。パラパラパパパン。パパパラパパン。
今せいや頑張れせいや。マー君さ、昨日のイオンモール府中たイベント楽しかった。ああ噂のあいつバーかな。ジャクソン戦ミオレユーハンドサーフ。あはやまるさんハートありがとうございます。それでは書きます。砂浜に指で書いたメッセージ見てこれ靴。あいやいいがしに靴私カキじゃんて靴アワビか。はやまるさんハートありがとうございます。じゃあね、何歌っとこうかな。好きなの一日およそ7回も洗う手のために選んだの。噂の生ガキにレモン、なんだっけ、お家でお好み焼き作る前も食べる前も帽子じゃけ。ヘイヘイヘイ、でってでてでて守りたい、でってでてでて守りたい。わずのあいつはジャクソン星ミオレユーハンドソープ。手遅れ故障コラボネタ。Let's go. Do not ignite me. You be far away back. Yes, that's enough. Woohoo, baby. Yeah, 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 yeah. Na 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 na. Joy, joy, come up for me. We not think of night. No, let's go. It ain't the money, it ain't the money. あ、はやまるさん、行きますよ。5、4。3、2、1、ありがとうございます。パチパチパンチ。待って、ジョイナーラビューを送り、いい、タクニャフ。あれ、パチパチパンチどこ行った。あ、昨日5万にありますけど。あった。ありがとうございます。ひろとくんさん、土曜日難波にいるけどスタ戦に行けない。あ、そうなんですね。でも、あの、応援してください。よかった、ショールームもね。つくしさん、おしありがとうございます。マークさん、阪神ボロ負け頑張って応援しよう。頑張って応援。でも巨人と阪神のあれでゼロゲーム差でしたよね。でね、まあいいや。はやまるさん、ビオレユーハンドサップ。どれが好きなの、赤青緑、迷わないで、ミクロミクロミクロ泡に抗菌ポンプヘッド。メバルさん、お世話ありがとうございます。マー君さん、握手会もありました。ににぎにぎ、あ、握手があったんですね。大人も子供も社長もアイドルもみんなの手肌はジャクソン星。あずのあいつはジャクソン星ミオレユー。あ、あれになっとる、タイガーからカエルになっとる。ゲロ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 。おっと、点数入ったよ。ちょっと待って、7対1でしょ。ちょっと待ってくださいね。もたなべさん、星ありがとうございます。よとくんさん、今日はジャイアン使って、あ、勝ったんですね。今日デーゲームだったのかな。え、中日対巨人、タイガーでしょ。違う、タイガースでしょ。だと残っとるのはヤクルト対ん、違う、ヤクルト対巨人。今ヤクルト対巨人、パパ
阪神ってことは中日対巨人ってことか。違う。待って。うん。ってことよね。お、勝ったんだよ。おめでとうございます。イェーイ。はい、まいさん、氷ボリ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 。お、変わってる、終わった。何になってるこれ。大人になってカエルが触られなくなり、触られなくなった。あ、カエルがね、触られなくなった。あ、赤ちゃんこれ。赤ちゃんの羽が生えてる。お餅って書いてある。かわいい。変わったんだ。ピッチャーが変わったから CM に行ったんだ。すごいさ、タワーが。え、ミリニャとアニャやっとるじゃん。ミリニャとアニャやっとる。ちょっと待って。名前よ。見て。アンニャとミリニャがやってる。かわいい、二人とも。かわいすぎる。めっちゃタワー立ってる。すごいね。大人だよ。うん。かわいい、二人とも。アリちゃん。アリちゃんのやつ。ん？アリちゃんのやつ。うん。うん、はい、まるさん、氷ボリ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 、うん、ゼロゼロゼロ、うん、じゃあなんか工作しよう。おまくさん、はちになったらかわいい。あんな、あんにゃん、かわいすぎる。あんにゃん天使。アリちゃん、ドライブ。アリちゃんもやってます。工作してるのかな。いや、膨らましよるよ。あ、消えた。なんか浮き輪を膨らましてるような気がする。うん、ドライブって書いてあったっけ。なんかどこ行くのか。コウシさん、星ありがとうございます。私もね、負けないように頑張らないと。うん、ありちゃん。ですね、将来の夢に語りたいと思います。私は女優になるのが夢で、土屋太鳳さんや高畑充希さんや浜辺美波さん、有村架純さんなどね、笑顔がね、素敵なね、女優さんになりたいです。はい、で今それに向かってね、頑張っています。笑顔がね、素敵かどうかはわからないけど、あの、笑顔が素敵な女優さんになりたいです。はい、ですね、25日にある打線は笑顔で、しっかり、やりきってたいと思います。しっかりね、自分の個性をアピールできて、しっかりやりきるように練習頑張ります。はい、コウさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日はね、あと30分、約30分、見て帰ってください。はい、で今日は50分になったらね、スクショはね、もうね、たびたびやってるからね、やってくれてると思うんですけど、最後5秒間やりたいと思います。で、10位に、じゃんけんをしたいと思います。じゃんけんは、どうしようかな。アイコでいいかな。アイコで勝った人にしようと思うので、ぜひよかったら、最後まで見て帰ってください。アイコの人はね、私と気が合うってことになってるのでね、ぜひよかったら最後まで見て帰ってください。たびたびね、復唱しとるけんね。田中があげたん。まあいいや。
っちやったらねビンタしとるみたい。こっち見てもうあなたって子は何してるのよ、シンってやったらねビンタしとるような音に聞こえる。こっちなぶってみたってダメね、心のディスプレイいつも泣いてる絵文字制御しよう、思うほど溢れ出すワクワクレテベイベー、目が合った瞬間奇跡は信じた、膝ひつけて君だ、エコラブです。かわいい、コーシーさん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 、ツイッター、ツイッターもコーシーさん、コーシーさん、あのあれじゃない、あのツイッターのあのカープのスライディーのマークの、うん、やばい出そう、どうぞ、くしゃみがどうぞ、でんかった、なんだよかった、なんだマー君さん、カルピスのレモン味酸っぱい、酸っぱい、カルピスのブドウ味しか知らん、レモン味もあるんだ、初めて知った、うーんあるんだって。カルピス他に何ある？普通のカルピスでしょ、カルピス、オレンジもあるよね、あるよね、うん、メロンは？どうやろ、どうやろ。82号さん、おしありがとうございます。モンチャーさん、来てくださってありがとうございます。山村さん、オレンジ、オレンジもありますよね、オレンジとブドウとカルピスとオレンジだけでしたっけ。あもちゃんさん、怪獣2号さん、星ありがとうございます。ひろっとくんさん、星、あ、怪獣ですって言ったね、怪獣の時間でしたね。ひろっとくんさん、星休みに行ってくる、だし寄り道しないようにしてくださいね、行ってらっしゃい、すぐ戻ってきてね。山村さん、ブドウのなんとか、ブドウのなんとか、マスカット違うな、なんかありますよね、濃いブドウカルピスとかないっけ。皆さん本当にいっぱい星やコメントありがとうございます。もんちゃんさん、星ありがとうございます。悪魔になっちゃう、これつけたらね、顔がね、写真撮るたびに悪魔するので、ワコ悪魔。パンダはおった、オリオちゃんとカズさんパンダ、そうやね、今日はみんなサッカーに行っておられますもんね、うん、でスープラもサンフレにね、初見さん大歓迎、初見さん大歓迎なのでね、ぜひよかったら気軽にコメントしてもらえればなと思います。ブブルートはい、360度とかで見たまエデル出席番号ラッキーセブン、好きになってもいいですか、僕の妹がこんなに可愛いわけでない、ブーブーブニブニもちもち、こんにちは、もんちゃんさん、星ありがとうございます。でったらりアバランスパン、でも本当に一部しか知らないんですよ。ノンストピキパーミチコマフィンパーグッナイオールファイツティニツーナイティクタクオールファウタファリアムさん、おおおおスーツ、シゲナノの内容教えて、はやはや、いいなこと起こりそうだ、何のしか知らないんですけど、もんちゃんさん、怪獣2号さん、おしゃありがとうございます。とね、今日はね、20時までで、あと10分で順位とスクショじゃんけんをしたいと思います。じゃんけんはアイコンの人が勝ちなのでね、ぜひよかったら成果まで見て帰ってください。はい、マークさん、プーさんの映画の バネル、あとツイッターに送ります。ありがとうございます。大人になった僕とプーさん、プーだったっけ？うん、僕とプーだったっけ？プーじゃなかった？うん、なんかそんな感じだった。うん、あ、うちのそこにあるよ、多分。うん。あの、ミスターインクレディブルのね、あれ買ったんですよ、映画に行った後。これ、あ、いた。言ったもんですね。これファイ、あのあれよ、あれよ。あれよ。かりじゃん。これはね、何これ、ファイル。これね、いっぱいね、分ける項目があって、お父さん、何だっけ、イラスティガール、イラスティガールだっけ、思ってた。お父さんなんていう名前だっけ、忘れた。イラスティガール。書いてないの？うん、書いてない。
イラストガール。ボブじゃん。ボブ、あ、ボブ、いや違う、ヒーローの名前。忘れた。で、これが誰だっけ、綾瀬はるかの人で、ダッシュと、誰だっけ、ジャック・ジャックですね。スーパーマンの。ミスター・インクラディブル。タラッタタダン、ジャン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 。マー君さん、今日もじゃんけん勝つぞ、勝ってくださいね。アイコの人が勝ちなのでね、勝ったら気が合うってことで、勝ち&気が合うってことなのでね。星が降る夜と眩しい朝が、今日君の膵臓を食べたいがある、9時から見たい。繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった。え、まだ4回なん、遅くない？まだ遅いですね。雨に傘をさせることだ。なんかさっきからね、くしゃみのね、出そうなのに鼻に詰んでくるみたいなね、そういう現象がねたびたび起こっております。今日サンフレ飼ってるのかな。今サンフレも飼っててほしいけど。あ、マー君さん変わってる。犬、マー君さん犬飼いたい、好きな犬。あ、かわいいです、トイプードル。これかわいい。私もね、犬飼ってみたいんですけどね。私のね、近所はね、禁止なのね、ペットが。なので、アオディです。ペットの代わりにプーさんがいるのでね。ね。でも結構、野良猫だったらいっぱいいますよ。冬になる。え？いっぱいはいない。でも、冬になったら、普通におる。もんちゃんさん、星ありがとうございます。あ、犬かける、犬はかける。さすがに犬はね、うまくかける自信がある。犬だけ多分これでね、犬ね、犬かったらちょっとやばいな。犬かけんもやっぱり。どっちやねん。犬かけないけど、とりあえず知ってる犬だけ。本当に画伯なんですよ。びっくりするほど画伯で。どう？犬うまくない？うまく耳塗れば、したらなんかぽいかも。でもぽいでしょ、犬だけ、うん、よし、かけた。どう？犬っぽく見えた。はい、犬だけめっちゃうまく描けた。めっちゃではないけど、うまく描けた。ヒゲは？ヒゲな、え、ないんじゃない、犬って。てんてんてん、てん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 、そばかす？え？一問そばかすはあるけど。はい、こんな感じ？犬。マー君さん、知り合いのところにトイプードル2匹とチワワ2匹、計4匹。おお、うちのね、お母さんのいとこはね、の家はね、おばあちゃんのお姉さんの家は、モカっていう犬がいます。柴犬？あれは。ダッシュ。ザ、ダッシュ？ザッシュ。ザ。いろんな血が混じってる。へぇ、そういうやつなんですって。で、もう一つ負けるのが猫。動物で、ああ撃たれちゃった。1点入った。 No No。 はいはい。皆さん本当に
来てくださりありがとうございます。もうちょっとで猫はい、皆さん本当に来てくださりありがとうございます。自己紹介をしたいと思います。梶田亜子です。中学1年生12歳 A 型です。スタースカーツ総選挙2018決勝が17日から始まりました。皆さんのおかげで決勝に行けることになりました。ありがとうございます。で、決勝が24日の19時59分までです。ぜひよかったら応援よろしくお願いします。で、私の特徴は笑顔で画伯なところと、なんかこう習字を習っているのである程度の字は書けます。と猫と犬です。猫と犬は書けるんですけど、靴とか本当にやばいので、こんな感じで靴です。はい、こんな感じで、ね、画伯なんですけど、はい。で、決勝は強敵なお姉さんお兄さんばっかりなんですけど、私は私らしくマイペースで笑顔で頑張っていこうと思うので、ぜひよかったら、応援よろしくお願いします。初見さんも気軽にコメントしてもらえればなと思います。はい、マークさん、サンフレッチェ0対0、今の段階で0対0ですよね。どうなるかな。ひろとげさん、ただいま、おかえりなさい、ありがとうございます。星集め、ひろとげさんどこ、何のために、あ、誰か星投げてくださってる、ありがとうございます。へりくだりもせずに、ほんのこのままで愛しい気持ちを伝えたなら、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が君ない、ちょっと変わるけど曲が、あ、にごさん来てくださりありがとうございます。君ならできないことだってできるんだね、にゃ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 、今世界に一つだけの I wanna see you、 君のすべて、もしも君が心の中の悲しみだとか痛みを抱えきれなくなって、にゃ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 あるってこと来たんだよ、君だけのにゃ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 、負けないで君の心輝いていて、君こそなんだから。メバルさん、素の時と笑顔の時のギャップが素敵ですよ。素の時の顔ってどんな感じある、まあごめんなりすぎて今の。それではね、じゃんけんを50分になったらしたいと思います。で、50分、今日はね、愛子の人が勝ちです。愛子の人はね、私と気が合うってことになっているのでね、ぜひよかったら参加してみてください。はい、まるさん、ひろとくんさん、お星ありがとうございます。広島とくちゃんさんもお星ありがとうございます。僕は知っている、頑張れていっている、にゃ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 、ダン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 、頑張れ。チアダンの曲をとりあえず歌ってみた、うん、あと何かあるかな他に。君はシンデレラ、ガンマフレッチスパー、 You are the only flower flowy、 どんな時もずっとそばで眩しいその笑顔を見せて、やがてシンデレラ、ガンマ魔法が溶ける日が来たって、いつになってもいつになっても僕は君を守り続ける。I wanna feel sunshine, sunshine always makes me happy. へへへ、へへへ、よし、じゃんけんをしたいと思います。はい、
コース完了って書いてあるあ、ひろっとくんさんフルコース完了です、ありがとうございます。パチパチパンチイエーイ。はやまるさん、じゃんけんにゃ、じゃんけんにゃ。はやまるさん、歌たくさん覚えてそうなんですよね。ドラマとか結構見るので。まかなちゃん、その曲めっちゃ好き。あ、Makes me happy。君はシンデレラガンマフェイズスパー。誰が一番好き？24位まであと33。待って、パーどっか行った。またグーどっか行っちゃった。グーが手でやる。いや、ダメなの。ダメなの。メイクスピー。時計を見ながらちゃんとやる。よいしょ。あ、渡辺さん、早丸さん、もんちゃんさん、星ありがとうございます。パララ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 。何やそれ。ありがとう、ありがとう。ちゃんと伝わるかな、その笑顔が勇気になる。ありがとう、ありがとう。この言葉一つで光が。そこで止まる。ありがとう、ありがとう。ちゃんと伝わるかな、その笑顔が勇気になる。ありがとう、ありがとう。この言葉一つで光がつながってゆくよ。まくんさん、来週の今頃は足劇場終わった頃かな。そうですね、終わった感じですね。わかなちゃん、なんか懐かしい。そうよね、懐かしい。めっちゃ懐かしい。ねえねえ、ママどう？前より上手くなったくない？はい、グー。はい、私が目隠ししてね、やりますので。はい、これで。はい。パラララララ、君はシンデレラが、歌おう、歌、イェイ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 。君が笑えば僕も笑うから、イェイイェイ。めぐりめぐりまた違う誰かのとこまで、ふう、遠く離れた場所にいる時も僕らの声が届きますように。迷った時は音の鳴る方へ。はい、はやまるさん3周フルコース完了、ありがとうございます。はやまるさん、じゃんけんね、じゃんけんします。それではいきますよ。あいこの人が勝ちですからね、あいこは気が合うので。はい、それではいきますよ。最初はグー、じゃんけんパーなので、パーを出した方の勝ちです。私はね、パーを出したのでね、パーを出した方の勝ちなんですけど、パーは私と気が合うってことになってるのでね、はい、おー、ひろっとくんさんパー、おー、おめでとうございます。岡田ちゃんチキ、あー、勝っちゃった。はやまるさんジパン、グー、あ、負けちゃった。マークさん負けた、どっちだろう、グーかな。広島たくちゃんさんパー、おめでとうございます。メバルさん、チョキ、おー、勝っちゃった。皆さん、どうでしたか？いつもね、こうやって私は、あれしてるので、じゃんけんを最後にしてるので、ぜひよかったら覚えて帰ってください。はい。ゆうぽさん、グー、あー、負けちゃった。ね、それでは順位を発表していきたいと思います。はい。13位、まんまるさん。赤12号さん、お家にありがとうございます。12位、講師さん。11位、ゆうぽんさん。10位、渡辺さん。広島のたくちゃんさん、お世話ありがとうございます。9位、べーちゃんさん。ゆうの子どっか言ってた。8位、めばるさん。7位、もんちゃんさん。6位、ET さんでいいのかな？ YT さん？ YTY さんかな？何？6位の方、読み方教えてください。5位、怪獣2号さん。4位、スマークさん。YTY さんでいいのかな。広島のたくちゃんさん、星ありがとうございます。2位、はやまるさん。
そして1位はダン、ひろとくんさん、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。スクショはねたびたびしたのでね5秒間したいと思います。それでいきますよ。5、4、3、2、1、はい、終了です。ありがとうございます。カードが勝ちますように。サンフレも広島たくちゃんさん、星ありがとうございます。目がここが隠れた。マークさん、はい、ありがとうございます。ひろとくんさん、パチパチパチ、イエーイ、ありがとうございます。怪獣2号さん、星ありがとうございます。ですね、皆さんも星やコメントいっぱいありがとうございます。明日も朝配信しようと思うので、ぜひよかったら見に来てください。おー、広島のたくちゃんさん、誰もありがとうございます。あ、そういえば、さっき、花丸さんが投げてくださってたハート、ハートラブチューにしよう、ハートハートラブチューにありがとうございます。広島のたくちゃんさん、いっぱい欲しい。おー、だるま、いきますよ。だるまだるまだるだるま、せーの、だるまだるまだるだるま、ありがとうございます。あと4分かける。だるま100個受け取ってありがとうございます。受け取ります。ダッシュで書きたいと思います。めっちゃダッシュで、めっちゃダッシュ、もう大急ぎ。ジパンジパンジパン、この国に生まれてパチクウ、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのかと、時間はからなくなるよ。音痴だ。ガラクタだったはずの今日が、二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に。オッケー。広島のたくちゃんさん、ありがとうございます。それではいきます。5、4、3、2、1、ありがとうございます。広島のたくちゃんさん、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。花村さん、青いだるま100個はすごい。本当です。もう本当にありがとうございます。だるま、だ、あおだる、あおだる、あおだるま。はい。あおだ、あるあ、あおだるま。最後言えないけどね。はい。花村さん200人いきました。イエーイ、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。私はまだね、15歳未満なので、20時までぴったりに終わないと、ちょっと本当に、危機なので、終わりたいと思います。はい、59分の30秒になったらもうバイバイって言いますので、怪獣2号さん、おしゃありがとうございます。今58分、あと2分。皆さん本当に、夜来てくださりありがとうございます。誰か星投げてくださって、誰だ、砂田さん、さっきのゲリラ配信の時も来てくださった、ありがとうございます。もんちゃんさん、だるますごい、本当ですよ、ありがとうございます。めばるさん、配信お疲れ様でした、ありがとうございます。星投げも明日の時に投げてください。星投げも大丈夫ですか。ひろとくんさん、今日一日お疲れ様でした。またね、ありがとうございます。今日来てくださりありがとうございます。明日待ってます。はい、早村さん、じゃあ今のうちにお疲れ様、天の声さんお疲れ様、ありがとうございます。ひろとくんさん、バイ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 、来てくださってありがとうございました。もんちゃんさん、バイ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 、来てくださりありがとうございます。もう星は大丈夫かな。砂田さん、ありがとうございます。ひろとくんさん、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございます。 OK かな。なださん、最後までありがとうございます。そして広島のたくちゃんさん、はいまるさん、星ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。バイバイ、おやすみなさい、明日見に来てね。あ、怪獣2号さん、星投げてください。怪獣2号さんの星投げ終わった、待ってもう、うん、
ありがとうございます。最後の最後まで終わりかな。うん、あともう一色ある。本当だ、よく分かった、うん、ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。バイバイ。